こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、40代の僕自身が最近買って良かった服5000ということでお届けをしたいなと思っています。まあなんだかんだで久々かなと思うんですね。普段の僕のチャンネルではユニクロですとか GU、グローバルワーク、無印良品などの割とリーズナブルで買いやすい価格帯のお洋服を皆さんにご紹介しているわけなんですが、まあたまにはですね、僕自身が一個人として楽しんでいるお買い物ですね、皆さんにご紹介をするのもいいかなということで、普段のものとはまたちょっと違ったテイストですね。だいぶ違うかなと思うんですけども、僕自身が買って気に入っているものを今回はご紹介をしたいなと思っています。普段なかなか聞き馴染みのないようないろんなブランドをご紹介しますが、まあ皆さんの普段の洋服選びのですね、幅が少しでも広がるようにですね、今回の動画よかったら参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってましょう。はい、ということでここからはですね、具体的に僕が最近買って良かった服皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まず一つ目はですね、今僕が着ているこちらのシャツですね。コルニエというブランドのウール素材のシャツになります。色はですね、ベージュとグレーを混ぜたようなグレージュという表記になっています。これがですね、最近買ってすごく良くて、まだ暑いんですけども、すでに撮影の時には何度か着ていまして、個人的にもヒットだったなと思うアイテムの一つです。まあ、皆さんコルニエというブランド知ってますでしょうか。まあおそらくですね、名前もあまり聞いたことがないという方が多いかなと思います。僕自身も実際知らなかったんですね。どうしてこのブランド知ったのかというと、僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルというのがありまして、そちらの方の質問で、大山さんはコルニエというブランドどう思いますかという質問があって、知らないブランドだなということで、まあ実際に調べてみたら雰囲気もすごく良くて、これはちょっと実際に買ってみたいなということで自腹で購入してみたわけなんですね。それがこちらのシャツなんですが、確かにすごくいいんですよね。いや、こういった優れたブランドがどんどん出てくるんだなっていうことで、僕自身もすごく勉強になったんですが、まあ、コルニエというブランドはまだ新しいブランドで、2022年に立ち上がったばかりなんですね。日本国内の優れた素材を使って、国内の工場で丁寧にものづくりを行っているブランドで、まあ、原価率が 50% から 60% と呼ばれていまして、様々なブランドと比べてもかなりですね、価格帯を抑えながら上質なアイテムを提供しているブランドなのかなと思っています。デザイン自体は結構ベーシックなんですね。商品展開見てみると、どれもエッジの効いたデザインのアイテムというよりは定番的で使いやすいようなアイテムなんですね。まあ、このあたりはしっかりと今のトレンド感を抑えつつ、まあ、サイズ感はやはりちょっとゆとりを持たせてるんですね。僕が今着てるものは M サイズですね。身長164センチ53キロでコルニエのシャツ M サイズを着ていますが、こちらでちょっとオーバーサイズっぽい感じで着れるかなと思います。まあ、僕ぐらいの身長だと S でもいいかなと思うんですが、このあたりはお好みでサイズは選んでいただきたいなと思うんですね。で、このようなシンプルなアイテムほど素材の上質さだとか縫製の丁寧さだとか、そういったところがめちゃくちゃ重要になってくるわけなんですが、コルニエは圧倒的に素材がいいんですね。これは驚きました。まあ、ウールのシャツは僕は好きで結構何枚か持っているんですけども、その中でも生地が薄めなんですね。通常のコットンシャツと比べても同じぐらい結構薄手になっていまして、さらりとですね、T シャツの上に着るだけで着こなしが完成してしまうような、すごく使い勝手の良い厚みになっているんですね。で、ウールの素材感もですね、見ていただくとわかると思うんですが、光沢感があるんですね。安っぽいチープな光沢感ではなくて、ちょっとマットな雰囲気の上品な光沢感があって、あとは色の表現もすごく綺麗で、まあ、このグレージュという色合いですね。ベージュとグレーを混ぜたような色合いなんですが、個人的にはちょっとこうオリーブだとかグレー系の色も感じられるような、すごく繊細な色になっていまして、これはやっぱり素材の良さがですね、ダイレクトに伝わる部分なので、なかなかですね、真似しようと思っても難しい部分なのかなと思っています。価格はだいたい2万円前後ということで、決して安くはないんですね。シャツは本当にユニクロとかだったら3000円ぐらいで買えますし、セレクトショップのオリジナルだとだいたいですね、1万円から1万5、6000円ぐらいですね、それぐらいで買えることが多いです。それに比べると高いんだけども、セレクトショップの上に位置するようなドメスティックブランドですね、オーラリーだとかコモリだとか、このあたりの人気ブランドに比較すると価
価格帯はちょっと買いやすいんですね。セレクトショップ以上ドメスティックブランド未満ということで、この間の価格帯がまさにコルニエで、デザインはベーシックで使いやすくてトレンド感漂うサイズ感、そして圧倒的に素材感がいいというところで、まあしっかりと差別化ができるようなブランドかなと思います。でドメブラは結構ですね、デザインがエッジ効いてるものも多かったりするので、なかなかですねその中から選ぶのが難しいんですが、コルニエのアイテムというのは割と大人世代にも使いやすいものが多いので、そのあたりも含めて今後注目していきたいブランドかなと思うので、まあぜひ皆さんも頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて2点目のアイテムなんですが、僕が今着てるこちらのプリント T シャツですね。僕は先ほどのようなシャツも好きなんですが、白系のですねプリント T シャツもかなり好きなので、良いプリントのものを見つけてしまうとついつい買ってしまうんですね。こちらもですねパッと見で気に入ったのでオンラインで購入したんですが、まあエディフィスで取り扱いがあるヒアマイネームというですねドメスティックブランドのプリント T シャツになるんですが、ちょっとこうヴィンテージ感あふれるような、最初からですねちょっと色落ちしたような雰囲気ですね。これがいいなと思いました。基本的にはモノトーンになってるんですが、オランダの建築家の方のですね作品が写真に落とし込まれているような、そんな T シャツになってるんですが、抽象的でパッと見はなんだかよくわからないくらいが個人的にはちょうどいいなと思ってまして、モノトーンなので割と様々な着こなしのベースとして使いやすいんですね。まあ、季節柄もうこれからはですねそんなに T シャツ1枚で着るということはないかなと思ってまして、これをベースにしながら上にですねカーディガンを着たいだとか、あとはシャツを着たいだとか、まあ、シャツアウターを着るみたいな感じでですねこれからガンガン使っていきたいなと思っています。まあ、T シャツのボディ自体のデザインはですね割と癖があって、袖丈はですねそんなに長くないんですね。最近のものって結構長いものが多かったりするんですが、腕の関節よりもちょっと短くてコンパクトな袖丈になっていまして、まあ、身幅もですねそんなにですねゆとりはなくて、で今ちょっとインしてしまってますが丈は長いんですね。で丈結構長いので、個人的にはこれはもう出して着るよりはタックインしながら着ることが多くて、まあ、こういった状態よりも上に1枚羽織る方が結構バランスがいいかなというふうに思っています。まあ最近は本当にビッグサイズの T シャツもたくさんあって、僕自身もいろいろ買ったので、逆にこれぐらいの袖丈の感じだとか身幅も太すぎないぐらいがかえってですね新鮮な感じがしたので、このサイズ感も気に入ってるんですが、まあ主に重ね着の1枚として使いたい T シャツで、まだですね在庫もあるかなと思うので、まあぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目のアイテムなんですが、僕がですねここ最近で買ったものの中で一番気に入っているのがこちらのアイテムかなと思います。アプレッセというブランドのですねデニムカバーオールですね。これはですね前々から気になっていて、どこかで試着できないかなと思ってた時にですね、青山にある 1LDK というセレクトショップがあるんですが、そこでたまたまですね見つけて、もうその場で即決してしまったですね非常に気に入ってるアイテムになっているんですね。まあ、アプレッセというブランド自体もまだまだ新しいブランドで、まだ立ち上がってから2年ぐらいのですねブランドなんですが、デニムの加工が非常に得意なブランドで、今僕が着てるカバーオールもそうですし、ジーンズの方のデニムですね、このあたりも非常に人気で、発売とともに結構早いスピードで売れてしまうんですけども、その中でもジーンズよりも僕は結構ですねこのカバーオールが好きだなと思ってまして、アイテム自体は普遍的なですねデニム素材のカバーオールということで、そこまでぶっ飛んだ部分もないかなと思うんですね。ベーシックで使いやすくて、今年だけではなくて数年使えるような、そんな普遍性も持っているんですが、ただそれだけではやっぱりグッと来なくて、この加工の色合いですよね、ここがすごく個人的には気に入っていまして、がっつりと色落ちしてる感じでもなくて、リジットのような濃い色ではなく、ちゃんと色落ち感も楽しめるんですけども、本当にヴィンテージのアイテムかと思うぐらいですね加工が精密で、かなりこだわりの深いような色落ちを表現したアイテムかなと思っています。まあ、ヴィンテージ感あふれるアイテムなんですけども、肩前のフィット感ですね、このあたりはちょっとゆとりを持たせていて、現代のサイズ感も程よく取り入れてるんですね。かといってオーバーサイズに振りすぎていないので、そのあたりも自然体に着れるようなバランスになっているので、まあなかなかこなれていて使い勝手のいい一枚だなと思っています。よく見るとですね腕の部分ちょっとこう穴が開きそうな加工がしてあったりだとか、生地のあたりもですね丁寧に表現されていて、まあこのあたりも服が好きな人にとってはかなり満足度が高いような仕上がりになっているかなと思います。
ます。で、このようなカバーオールというアイテム自体がここ数年ですね、まあ、トレンドアイテムの一部になってきていまして、割とですね、カバーオールのデザインをベースにしながら、もうちょっとですね、上品な素材使いで表現しているというアイテムが多かったりするんですが、これはもう王道のデニムのカバーオールで、ヴィンテージ感が溢れるんだけども、だけど大人っぽくて上品さも漂いつつ、加工の完成度は男性がですね、興奮するような、すごく丁寧なものづくりが反映されているので、まあなかなかバランスのいい一枚かなと思っています。このような人気ブランドで、なおかつ、たくさんの量が作れないアイテムというのは、このような早い時期に買わないと結構売り切れてしまうんですね。おそらく今ですね、オンラインで探してもなかなか見当たらないかなと思うんですが、たまたま運よく店舗などで出会うことがあったら、これぜひ皆さんも試着していただきたいなと思います。まあこのデニムのカバーオール自体が結構カジュアルなアイテムなので、内側は先ほどのプリント T シャツを着ていますが、まあボトムスはちょっと引き締める上でブラック系を合わせながら、大人っぽさも漂わせながら、ガンガンこれから着ていきたいなと思っています。続いて4点目のアイテムなんですが、僕が今かけているこちらのメガネですね。雄一富山というブランドのメガネになります。通常のクリアレンズの入ったメガネではなくて、カラーレンズですね。これブルー系のレンズが入ってるんですが、主に外で僕はこれを愛用しています。まあ、僕はですね、結構メガネ好きで、日常的にこのような、まあ、ちょっとこうカラーレンズの入ったものをかけることが少なくないんですが、まあ、メガネ選びなかなか難しいなと思っていまして、僕は身長164センチで、体もですね、大きくないし、顔もですね、まあ、どちらかというとコンパクトな方なので、通常のメガネだと結構大きすぎてメガネだけが浮いた感じに見えてしまうので、まあ、なかなかですね自分の雰囲気に合うメガネのサイズを選ぶのは難しいんですが、こちらはちょっとコンパクトめなボストン型のメガネになっていまして、縦幅もですね結構コンパクトだし、横幅もですね割と個人的にはこんなにですねスマートなものはなかなか見当たらないなということですごく気に入っているんですね。ちなみにこちらアナザーラウンジというですねお店の通販で購入したものになるんですが、メガネを通販で買うのは個人的には結構勇気が必要だったんですが、これは買って非常に良かったですね。まあ、雄一富山というブランドというのはですね、僕はちょっと前に知ったんですね。多分知ってから1年ぐらいだと思うんですが、元々は前身はアッシュというブランドだったんですね。そちらのアッシュというブランドは僕は普段のですね、スタイリングの中で何度か使ったことがあるので、よく知っていたんですが、まあそのアッシュから雄一富山という形でブランド名が変更になったということで、結構アパレル業界の方だとか、おしゃれが好きな方にですね定評のあるブランドで、デザインだとか雰囲気自体はミニマルなんですね。ニュートラルなメガネ作りをコンセプトに掲げているので、やはりデザイン的にはファッションとの親和性も高いですし、ニュートラルなんだけどその中に前に出すぎないエッジが立っているところが個人的にはバランスがいいなと思っています。前から見ると柔らかな曲線が美しいボストン型になっていて、前面に使われているのはプラスチックで、サイド部分には金属が使われているようなコンゴフレームになっているんですが、このあたりも含めてかなりですねバランスがいいなと思っています。まあメガネも奥が深くて本当にいろんなブランドがあるんですね。個人的にはアイバンというブランドが大好きでよくつけていたんですが、まあ、もうちょっとバリエーションを増やしたいなということで、今回雄一富山のメガネ初めてかけてみたんですけども、非常に気に入っています。僕は目が悪いわけではないんですけども、ちょっとこう気分を変えたいなという時だとか、まあ、日差しが結構眩しいなという時にはカラーレンズのメガネかけるとだいぶですね過ごしやすいですし、着こなしの良いアクセントになるかなと思うので、ちょっとマニアックな買い物ではありますが、まあ、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。続いてラスト5点目はですね、僕が今持っているこちらのスニーカーですね。まあ僕の YouTube のチャンネルの中では初めてご紹介しますが、なんとアシックスのスニーカーですね。ゲル NYC というモデルのスニーカーを購入しました。カラーはですね、こちらオイスターというものになりまして、カキですね。はい。まあ、色合いとしてはオイスターというとかっこいいんですけど、カキというとですね、すごく和風な感じがしてしまいますが、まあ、柔らかなベージュとグレーを混ぜたような色合いで、この色合いに僕は惚れ込んで、ついつい購入してしまったわけなんですが、そもそもアシックスというブランドにですね、皆さんが抱くイメージとしては、ランニングシューズっていうところですね。きっと学生時代に部活をやっていた方の中には、アシックス胸厚だと思う方少なくないかなと思います。まあ、僕自身ですね、
ですね、高校時代は陸上部でアシックスのシューズをですね、ほぼ365日履いて走っていましたので、まあ非常に思い入れのあるブランドですが、まさかファッションアイテムの一部としてアシックスを買うことになるとは、当時は夢にも思いませんでした。まあ最近様々なスニーカーブランドが、まあ改めてですね、注目されている中で、このアシックスも結構ですね、人気が再燃してきてるんですね。中にはアシックスのイメージで言うと、鬼塚タイガーですね。このあたりにおしゃれなイメージを持っている方もいらっしゃるかなと思うんですが、このアシックス本体も最近ではゲルカヤの14っていうモデルがあって、それなんかはめちゃくちゃ人気で、プレネがついていて、なかなか手に入らないんですよね。まあちょっと最近その波は感じつつ、まだ早いかなと思って買わなかったんですが、たまたまこのゲル NYC を発見して、この色合いだとか雰囲気がいいなと思って購入してみたわけなんですが、残念ながらまだ外では履いていないんですね。室内では何度か履いていて、というのもまだですね、暑くて、僕はプライベートでは短パンで過ごすことが多いので、短パンにはもうサンダルを合わせることが圧倒的に多くて、まだ履けてないんですけども、これから秋の時期ですね、ブラック系のパンツとかに合わせながら、まさにこのスタイリングの中にですね、取り入れたいと思っているのが、こちらのゲル NYC のですね、オイスターというモデルかなと思っています。まあ、アシックスらしいですね、クラシカルなデザインがベースになっているんですね。このあたりは、まあ何を彷彿とさせるかというと、やっぱりニューバランスだと思うんですよね。アシックスもニューバランスも、このようなランニングシューズとしてかなり有名なブランドで、デザイン的には、スタン・スミスだとか、オールスタークップのような、シャープでミニマルな雰囲気ではなくて、ゴテゴテとしてるんですよね。割とシンプルとは程遠いようなアッパーのデザインですね。まあ、ノームコアが流行ってた時代には想像つかないようなですね、ゴテゴテ感、シンプルとは程遠いようなデザインなんだけども、だけども、足元に持ってくると不思議な味わいがあって、なんか癖になってしまうような不思議な魅力があるのが、まあ、ニューバランスだとか、このようなアシックスのデザインかなと思ってるんですね。その中でもカラーリングがですね、ちょっとモダンで都会的なこのゲル NYC のですね、このモデルは、個人的にはなかなかバランスがいいのかなと思います。まあクラシックな部分とちょっとこう層の部分なんかはまあ現代的な雰囲気を感じますよね。ニューバランスでいうところの 2002R っぽいようなそんなソール使いになっていまして、このアッパーとソール使いのいい意味でのギャップというところがなかなかバランスがいいのかなと思います。まあ正直ニューバランスのスニーカーもいろいろと買ってきて、これから先また新たなモデルを買い足すという段階というよりは、ちょっと雰囲気変えたいなと個人的にも感じていたんですね。まあそんな時にニューバランスと似たようなやぼったさはあるんだけども、旬な雰囲気だとか、その中にもモダンな部分とクラシカルな部分がうまくミックスされたこのアシックスのモデルというのは、これからますます人気が高まってきそうな気はしているんですね。ゲルカヤノはなかなかレアすぎて手に入れるのが難しいですが、まだ NYC に関してはゲットしやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、トレンド感の漂うシューズでちょっとこうニューバランスと違ったものを取り入れたいという場合はですね、こちらのゲル NYC ですね、チェックをしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では僕が最近買って良かったですね、まあ着物が多かったと思うんですが、まあそんなアイテムをですね、皆さんに5つご紹介させていただきました。聞いたことがないブランドも結構多かったような、そんなですね、回だったと思うんですが、まあぜひ皆さんもですね、今後の物選びの際の一つの基準にしていただけると嬉しいなと思っています。まあ僕自身も本当にですね、日々服に触れていて情報をですね、たくさん入れてるんですが、それでもですね、あ、このブランドは聞いたことがなかったなとか、あ、こういったアイテムもあるんだな、こんな価値観のものもあるんだなっていうところで、日々学びで溢れてるわけなんですね。5年前にはまさかアシックスのスニーカーを買うことになるとは思わなかったですし、新しい優れたブランドがどんどん出てくるわけなので、まあ、僕自身ですね、未だにワクワクしながら日々いろんな服を開拓をしています。まあ、ぜひ皆さんもですね、最初はユニクロだとか GU グローバルワークから入っていただいて、少しずつですね、ファッションの楽しさというところに気づいていただけたら、もっとですね、様々な、本当にですね、コストパフォーマンスというところで言うと、やっぱりこれらのブランドに勝るところっていうのはなかなか出てこないかなと思うんですが、深さのあるブランドですとか、こだわりの深いアイテムだとか、丁寧なものづくりをしている魅力的なブランドはたくさんあるので、たまにはこのような形で皆さんにご紹介ができればなと思っています。で、今回ご紹介したような僕自身のマニアックな買い物についてはですね、実はこちらのチャンネルではなくて、もう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネル
ャンネルの方で毎回のようにですね、解説をしています。普段の動画の中ではユニクロ GU グローバルワーク、このあたりがですね、メインになってくるんですが、メンバーシップチャンネルでは僕個人の買ったものを逐一ですね、皆さんにご報告しながら、ちょっと通なですね、アイテムを皆さんにご紹介しているので、気になる方はですね、こちら動画の下の概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくり動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンというものもやっています。そちらの方では、文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとか、コーディネートの解説を毎日行っていまして、僕も毎日記事書いてますし、僕以外のスタイリストだとか、専門家の方も記事を書いてくれています。またそれだけではなくて、参加者の皆さんも気軽に記事を書くことができるので、まあ、おしゃれが好きな方が集まって楽しめるようなコミュニティになっていますので、気になる方はぜひ概要欄からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。